落ち物とはアニメ、漫画、ライトノベルなどの物語で用いられる手法の一つ。ストーリーの導入部分において平凡な主人公のもとに魅力的な異性が突然現れるところから物語が始まるというもの。その後、しばしば主人公と同居することになる。この偶発的な出会いはまるで空から落ちてきたかのように発生するものであるが、宇宙人や神、悪魔、天使、 魔法使い、未来人など異世界の住人が実際に空から落ちてくる場合が多いことに由来する、命名である。ボーイミーツガールの派生パターンの一つであり、恋愛を基調とするか、それに類する要素を含むものである。主体性の乏しい主人公が好んで描かれるようになった傾向に合わせて頻繁に用いられるようになった。評論家によれば、ライトノベルにおいてこの手法が用いられた。 典型的な作品として、岡山正による、僕殺天使ドクロちゃんシリーズが挙げられている。また、よ泉社のアニメ雑誌、大人アニメでは、2011年1月8日発売の、ボリューム19にて、空から美少女が降ってくる、落ち物ヒロイン超百科。として、特集記事が組まれた。大人アニメボリューム19、空から美少女が降ってくる、落ち物ヒロイン超百科。 にて取り上げられた作品を以下に示す。ありがとうございます。